はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ボンゲンです。それではエストポリス電機、実況の続けをやっていこうと思います。それで前回は、ジェノバの町から、青の塔に行きまして、で、そこで緑サファイアをね、手に入れまして、で、またジェノバの町でね、成功したところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、ここから東の方にね、ルアンという村があるらしいので、東の方にね向かってみたいと思います。お、いきなり戦闘ですね。ジュリナはまあ普通に攻撃で、ルフィアはまあウォームで十分でしょう。まあ先制してるんでね、さーっと倒してください。よし、あの橋から東に行く感じかな。マイマイはやたら硬いので、まあ、とりあえずボンゲンとアグロスで倒してもらいましょう。大口層はまあ後衛の女性陣でなんとかしてもらいましょう。よし、そしたら東の方、結構なんか険しい感じですね。タランチュラを女性陣に任せましょう。まあ、これでいけるかな。うん、いいですね。村は大口層、まあ多分ジュリナのフレアの方がねダメージはでかいと思うんですけれど、まあルフィアの方がね MP が倍ぐらいありますからね。よし、あ、村ありますね。タランチュラを女性陣に任せます。これで一掃できるかな。うん、いいですね。で、赤い塔もありますね。で、ルアンに到着。町の北の湖が毒沼になってしまったの。ああ、これからどうやって生活すればいいの？うん。どうしたもんでしょうかね。あ、安い。泊まりましょう。なんかあります？あ、ハイポーション。この女の子は？湖が毒沼になっちゃった。もう水遊びできないわ。うん、かわいそうですね。このおばあちゃんは水のせいを呼び戻さなくては湖は元に戻らん。じゃがダークスピリットを倒せる者がそうそういるとも思えん。なるほど、そのダークスピリットを、あ、包丁、ダークスピリットを倒しに行けばいいのかな。赤の塔には水のせいが宿っていたんだ。だけどダークスピリットが塔に住み着いてから姿を消してしまったんだ。なるほど。ここは道具屋さんかな。あ、いらっしゃいませ。ここは宝石店です。サファイアを探しているのですけどありますか。そうですね、お嬢さんには緑か青のサファイアがお似合いになりますわ。緑と青、あの赤のサファイアはないのですか。ルビーですね。いえ、ルビーじゃなくて赤のサファイアなんですけど。お客様、ルビーと赤のサファイアは同じものですのよ。あ、そうですか。え、それじゃルビーって赤色のサファイアのことだったんですか。ええ、サファイアもルビーも同じ
コランダムという鉱物なんです。これ本当なんでしょうかね。その中で赤いものがルビー、青やその他の色のものがサファイアと呼ばれているのです。なるほど、ルビーとサファイアって同じものだったのね。知らなかったわ。そうですね。それでルビーやサファイアは今あるのですか。すみません、いつもルビーはメダン鉱山から入ってくるのですが、最近はずっと入ってこないのです。うん、もうなんか鉱山枯れちゃったみたいですよね。それじゃルビーもサファイアもないのですか。お役に立てなくて申し訳ありません。でもオパールとかエメラルドならありますよ。あ、売ってますね。売ってるんですけど、この宝石は特に意味はないのかな。いっぱい持ってるんですけどね。あ、エメラルド、これお店のものかな。まあいっか。この村はもうおしまいよ。生活の要だった湖が毒沼に変わってしまったのだから。で、そのダークなんとかっていうのを、あ、なんかありますね。命の源ん、あ、空き瓶、ダークスピリットでしたっけ。まあ、それを倒しに行けばいいんだと思うんですけれど、空き瓶、元はワインが入っていたものです。あ、そうですか、ワインの空き瓶。命の源は、まあ、とりあえず権限かな。ここは教会ですよね。あ、聖水、出る出る。今7分ぐらいなんですけれど、まあ、とりあえず赤の塔に行くのは、まあ、次回ということにしまして、イニシエの洞窟にね、行ってみたいと思います。グルノーブルかな。今レベル28ですもんね。まあ、通行料毎回取られますけれど、この人かな。地下6階から奇跡の石を探してくる。報酬は5000ゴールド。じゃあ受けましょう。この仕事を受けるとはかなりの自信だな。まあしっかりやんな。はい。北西の塔の男と話してきたみたいじゃな。北西の塔の男って誰でしたっけ。もうすっかり忘れておりますけれども、まあ、とりあえずイニシエの洞窟に行きましょう。地下6階ですよね。回分この演出があるのかな。あるのかなというか、まああるんですけれど。まあ実はあの前回の実況外のレベル上げっていうのは、まあ、この地下6階でねやっていたんですけれど、結構ね敵が強かったですね。まあこの辺うろうろしてね、まあ、やってたんですけれど、あ、空っぽ。ハーピー、ハーピーは強いので、ウォルムを打ちましょう。で、結構痛いですね。ウォルム打たなくてもよかったかな。ハイボムで戦闘。あ、メタルナイトがいますね。メタルナイトは本当に強いので魔法をバンバン使いましょう。で、このイボガエルは、まあ、多分アグロスの一撃でいけると思います。うん、グレイ、
まり通らないかな。54、ゴンゲでも42。ちょっと回復しときましょう。ゴンゲも一応回復かな。ハイボムーン空っぽ、ハイボムーン、ここは2層構造になってるのかな。グラディウス、グラディウス、武器ですね。小型の剣、権限は装備できる。これは装備して大丈夫かな。大丈夫そうですね。そしたらバトルアックスを権限に装備させましょう。グレートクロス、これも装備品かな。装備できない。これは女性用っぽいですね。とりあえずルフィアに装備させますか。違うわ。鎧ですね。下の階にはグレートベル、こっからはいけないのかな。権限が装備できる。装備させましょう。宝箱がいっぱい。命の源、速さ、魔法。命の源は、さっき5弦に使ったんでアグロスに使いますか。で、速さはルフィアかな。いや、権限に使って魔法をルフィアに使いましょう。降りられないですもんね。そしたらガーッと戻りますか。トラップハーブ、メタルナイトは多分レギオでいけるでしょう。こんな感じかな。アグロスでも58。よし、いいですね。そしたら、回復をしときましょう。エスリとジュリナかな。ゴンゲもちょこっと回復しましょう。先制食らうと本当にあっという間に HP 持ってかれますからね。これは空っぽ。テザール、トラップハーブ、いや、ウォルムと、普通の攻撃で大丈夫かな。ちょっと足りない感じか。痛い。72。あれ、倒せない。危ない。毎回回復が必要になってきますね。ここでソウルを使います。なんか宝箱とか
あるのかな。 X マジックと X ポーション、ちょっと探索してる余裕がないかな。ジュリナ残り98か。やっぱり魔法の発動が遅いかな。あら、ウボガエル怪獣系は本当に魔法があんまり効かないんですよね。でよく見たらなんかすっごい気持ち悪いですねこれ。イボガエル、免疫、よし。プレートヘルム、プレートヘルム、防御結構上がりますね。あら、これは空っぽ。空っぽ。出る出る。あれ、こっからはいけないのか。どうやって行ったらいいんでしょうか。あ、メタルナイトに魔法使えばよかったかな。フレナじゃないや。ジュリナも。ジュリナもフレアを使えばよかったかなと言おうと思ったのですが、舌が回りませんでした。まあもういいか。エスリトをアグロスかな。もう一回ぐらい。これでいっか。あれ、あの階段はどうやって行くんでしょう。毒。まあダメージ食らうよりは安いかな。お、ナイス。ここは空っぽで、また戦闘。まあやっぱりウォルムかな。触手。頑張れ。まだ倒せない。ジュリナが危ういですね。ハンマーロッド、ハンマーロッド、ボンゲは無理、マグロスも無理。あ、ルフィアが装備できますね。まあ、攻撃上がりますけれど、まああんまり攻撃しないんでね、まあ、適当でいいでしょう。パワードラッグ、ここは何にもなし。 X マジック、空っぽ耐えれますね。 X ポーション、ナイフシューズ、ナイフシューズはこれは全員装備ができるのかな。あ、女性陣は無理。そしたらまあアグロスに装備させましょう。あ、防御が1下がっちゃいますが、まあこっちの方がいいかな。
ニードルヒール、ニードルヒール装備品かな、靴、ルフィアよりもジュリナの方がいいかな、攻撃上がりますもんね。あ、でも防御が下がっちゃうのはちょっと痛いな。81、77、ちょっとジュリナに装備させるのは怖いですけれども、攻撃が10上がるのはでもいいですね。とりあえず装備させてみましょう。で、いきなり戦闘で、あまりにもダメージがでかそうだったら書き換えますか。あ、6、あんまり上がったようには思えませんね。で、今度はルフィアが危ない。毒を直しまして、回復をします。インテリドラッグ、ここはまあソウルを使いましょう。毒の沼とかにアイテムがあることがあるみたいなんですけれども、ちょっと見つけるの大変ですよね。歌声、まあ、もともと非力だからそんなにダメージは期待した方がいいのかな。よし、ちょっとジュリナ回復かな。空っぽ戦闘モバイルは男性陣、レギオとか効くのかな。葉っぱだから燃やした方が良かったかな。82、あんま効きませんでしたね。お、解毒薬、ここも何にもない感じかな。こんな感じかな。45で、権限がちょっと危ない。あ、倒しきれない。とりあえず権限とルフィアを回復かな。ありますね。ミラクロス、ラギリング、ラギ系は、まあんまり使わないですからね。まあ、とりあえず取っときましょう。空っぽ、あ、これですね、奇跡の石、奇跡の石です。そのままですね。じゃあ出ましょう。ワープで、帰りましょう。これで5000円でしたっけ。あれ、こっちか。まあ十分見返りはありますね。こっちかな。5000円ください。今のところ無理ですよね。あと2レベル。そしたら、さっきの
ルアンでしたっけ、ルアンに戻りましょう。ニアスイング便利ですね。で、赤の塔は、まあ、とりあえず次回ですね。では今回は、このルアンの村でね、成功して終了したいと思います。ん？神よ、私の力ではどうにもならないのですか？あ、それだけ。独り言かな？うん、これで OK でしょう。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは権現でした。